温室効果ガスの一つである CO2 の増加は気候変動の一因となっています。加えて海洋の酸性化や海洋生物に影響を及ぼします。大気中の CO2 のほとんどは森林や海洋の浅瀬で吸収・固定されています。特に海洋中における CO2 の増加は水産資源の減少など海洋生態系へ影響を及ぼすため、海洋中の CO2 削減がさまざまな地球環境問題の解決につながります。 NTT 宇宙環境エネルギー研究所では、海洋中に溶け込んだ CO2 が難分解性物質や堆積物として海底に貯留された炭素だけでなく、浅瀬の藻類によって吸収・固定される炭素や魚や貝殻に固定される炭素にも着目し、これらを増加させるための研究開発を行っています。本技術ではゲノム編集によって炭素固定量を増加させた藻類と魚介類を用い、両者の食物連鎖関係により炭素固定量を相乗的に増加させます。その際、陸上養殖プラットフォームを活用することでゲノム編集体の拡散を防ぎ、海洋生物への影響を排除します。食物連鎖においては餌となる藻類とそれを食べる魚介類の組み合わせが重要であるため、この両者の組み合わせを最適化することで炭素固定量を最大化しようとしています。またカーボンニュートラルに貢献するため、藻類と魚介類を用いた食物連鎖の炭素固定モデルの年間あたりの炭素固定量を明らかにしようとしています。具体的にはまず藻類単体の炭素固定量を明らかにします。次にこれを食べる魚介類の炭素固定量を明らかにします。最終的には食物連鎖通しての炭素固定量を明確化しようとしています。藻類や魚介類により多くの炭素を固定することで、海洋中に溶け込んでいる CO2 量を減少させ、カーボンニュートラルに貢献していきます。